分岐器における対抗と、背向き。この図は、左側通行向けである。右側通行の場合、F と T が逆になる。対抗と、背向きとは分岐器が分岐するか合流するかどうかに、関して記述するために使用される用語である。列車が分岐器を対抗で通過するとき、それは2経路のいずれかに分岐する、可能性がある。背向きで通過するとき、2経路が互いに合流する。 イギリスの鉄道士の初期には信号の源時と連動装置が原始的であり職員が未熟であった時対抗分岐器は高速で走行する列車を制限速度の低い分岐線や行き止まりに転戦させることが可能なため危険であった対抗分岐器はそれゆえに不可欠な時を除いて禁止された対抗分岐器は単線や交換設備では避けられない現代では 電気的に連動した信号装置の普及とともに対抗分岐器を禁止する規則は緩和されている。可動式、ダイヤモンドクロッシング固定式、ダイヤモンドクロッシングはどちら向きに対しても背向きであるとみなされる。しかし極めて例外的な条件では推進運転している列車が角度の小さなダイヤモンドクロッシングに差し掛かると脱線してしまうことがあった。可動式、 ダイヤモンドクロッシングには2箇所の鈍端分岐器があり、どちら向きに対しても対抗分岐器であるとみなされる。固定ノーズ式のクロッシングは、どちら向きにも背向きとなっている。可動ノーズ式のクロッシングは、実質的にどちら向きにも対抗であり、まさしく転換されている必要がある。二部端分岐器は、実質的にどちら向きにも対抗であり、まさしく転換されている必要がある。二重分岐は、 様々な方法に構成でき、対抗と背向きの分岐器の数はそれぞれ異なる。ありがとうございます。